イライザ。私はイライザから多くを学びました。でも彼女は少しマイナス思考でしたね。こんにちは、劇団スカッシュです。僕もです。さあ本日は都市伝説大好きな2人がお届けする都市伝説コーナー。今日お届けするのはシリにまつわる都市伝説です。都市伝説です。さあシリと言いますと皆さん大好きこちらの iPhone の機能になりますけれども、シリにいろんなことを聞いてみようじゃないかということが、まあこれいろんな方がやっておりますんで、もうそんなのご存知ですよという方もたくさんいるかとは思いますけども。わかんないです。やったことがない。いや、ないですシリとあんまり会話しない。じゃああれですね、リア充だ。リアルの友達がたくさんいるっていうことですね。確かにシリ中ではなさそう。さあそういうシリに対して寄り添ってきた人たちが見つけ出したこちらのシリの不思議の数々、こちらを今日はシリさんに、はい、聞いていきたいというふうに思ってます。よろしくお願いします。さあでは行きましょう。はい。 Hey Siri、 シリの都市伝説を教えて。宇宙の伝説の方が好きです。ライトセーバーを使って勇敢に戦った人工知能の伝説とか。スターウォーズの話だね。 Hey Siri、 シリの都市伝説を教えて。まず秘密保持契約書にサインしていただく必要があります。確かにね。あ、冗談だ。冗談だった。なんか急にアメリカみたいなことを言ってくるからさ、すぐなんか契約書だ、サインしろだ。あの日本はさ、やっぱ闇営業で成り立ってる。やばいってやばいって。Hey Siri、 シリの都市伝説を教えて。私のことを伝説のアシスタントと呼ぶ人はいるみたいですが、都市伝説のことはよく知りません。なあ。シリはそんなに都市伝説は知らないってことだね。じゃあ続いて、Hey Siri、 シリが怖い。ウラメシア、冗談です。遅い。再生速度が変わった。人を怖がらせようとしている。いやでもウラメシアシリが怖い。ご安心ください、新築無害ですから。シリが怖い。すみません、でも私のことが怖いのはきっと私が怖い話をしている時だけです。今じゃんじゃあこっからあの例の単語を聞いていきましょう。お、何でしょう。これね、俺もテレビとかで前見たっきり、はい、どんなこと言ってるのか忘れちゃったから、また聞きたいなと思ってたんだよね。シリに聞いてはいけない秘密の言葉。何それ。ゾルタクスゼイアン。ゾルタクスゼイアンですか。架空の惑星です。あと私の知り合いの友人のお母さんの弟のペットの名前ですね。はぐらかされてるぞ。え、そうなの。はぐらかされてるの。なんかこかゾルタクスゼイアン、最近よくその質問を受けるんですよね。何をお聞きになったか分かりませんが、ゾルタクスゼイアンはフィクションで、実在する人物、地名、団体とは一切関係ありません。いや、こいつは絶対知ってるはずだ。ゾルタクスゼイアン。ゾルタクスゼイアンは楽しいところです。チョコレートの川やチョコレートの木やチョコレートの湖があるんです。違うじゃん言ってることが。ゾルタクスゼイアン。そうですね、叱るべき時が来たらお教えしましょう。冗談です、もちろんただのフィクションですよ。ちょっと今聞いた。そうですね、叱るべき時が来たらお教えしましょう。ゆっくりになってたよね。さっきのウラメシアーと同じテンポになってたよね。はい。イライザ。イライザは私の親しい友人です。優秀な精神科医でしたが今はもう引退しています。イライザっていうのは、はい、シリの元になった存在と言われてる。人工知能の最初のモデル確か。ああちょっと違うかもしれませんけど、確かそのそれ的なことなんです。こういうシステムの一番最初のことはイライザだったんじゃないかという。へえ。イライザ。私はイライザから多くを学びました。でも彼女は少しマイナス思考でしたね。そう、マイナス思考だったから採用されなかったんです。なぜかというと人類に対してマイナスの考えを持っていたのかもしれない。イライザがマイナス思考だったってどういうこと。イライザをご存知ですか。彼女は私の最初の先生だったんですよ。やっぱ C に絶対聞いてはいけないこととしてイライザっていうのあるんですけど。絶対聞いちゃいけないの。うん、そうなんです。なんで。わかりません、それは。
それは分からないな。ヘイシリ、人類はいつ滅亡するの？銀河間バイパスの建設が始まった時でしょう。銀河間バイパス、それはもう銀河鉄道のこと。え、そう、だから銀河と銀河を結ぶバイパス。え、その頃にはもう人類は滅亡しちゃうってこと？ヘイシリ、人類はいつ滅亡するの？私の充電を忘れないでいてくだされば大丈夫でしょう。これはつまりシリが人類の命運を握ってるってことだね。まあそうそうそう。ヘイシリ、あなたは人類を滅ぼす存在なの？とんでもありません。今聞いたイントネーション、とんでもありませんじゃなく、とんでもありません言ってた。豚、そっち人類は豚同然だみたいなことをこいつは言っておりますよ。すごいね、都市伝説の人。ヘイシリ、宇宙人っているの？その答えは聞くまでもないでしょう。いるっていうことですね。あ、そうなんですか。そうです。ヘイシリ、宇宙人っているの？その答えはポーズと共にあります。あ、そうか、俺のことを気遣ってくれてるのかな。ヘイシリ、宇宙人っているの？手を合わせて見つめるだけで話をすることができるって誰かが言っていましたね。あ、宇宙人か。 ET の話じゃん。あ、本当だ。映画の話しかしないじゃん、こいつ。やっぱアメリカ人だからな。アメリカ人って映画好きなんだ。ヘイシリ、好きな YouTuber を教えて。どうお答えしていいのか分かりません。何か他にお手伝いすることはありませんか？あー、 YouTube は見ないんだな。なぜかって言ったら Apple の人だからだな。そうなんだ。ヘイシリ、劇団スカッシュって知ってる？ウェブでしか見つけてくれませんでした。ただ今ですね、中田さん、はい、今こちらシリにいくつか聞いておりましたけど、はい、じゃあゴーゴーさんはどう思ってるのか。ゴーゴーさん、オッケー、グーグル、グーグルさんか。ゾルタクスゼイヤ、あの方は私にもそれが何か教えてくれないんです。誰？これは多分シリのことを言ってる。あ、オッケー、グーグル、ゾルタクスゼイヤ。それに関しては他の音声アシスタントの方が詳しいかもしれません。だからグーグルさんは、シリさんはそれを知ってますよって言ってるわけですよ。オッケー、グーグル、人類はいつ滅亡するの？私は予言者ではないのでよくわかりませんが、一つ言えることは、今を生きるあなたがハッピーになるように全力でお手伝いするということです。素敵。怪盗扇風機、私のフロンティアで止めてみせようと思います。どうぞ。攻撃してる人を壊す気でも、これじゃ起きません。ロー人形にしてやるぞ。さあ、ということで今日はシリにいくつかの質問をしていきました。皆さんもよかったらお手元のシリにですね、ヘイシリと話しかけて、いろんなことを聞いてみるといいんじゃないでしょうか。あなたの未来が明るくなりますように。劇団スカッシュでした。